服部半蔵の一生。服部半蔵は世襲制であり、江戸時代末まで計12代まで存在する人物である。今回は一般的に服部半蔵として認知されている、2代目の服部正成を紹介する。1542年に服部安永、初代服部半蔵の子として三河伊賀で生まれ、7歳で大樹寺に預けられるが、10歳で出家を拒否して失踪する。幼少期は筋骨たくましい子供であったとされる。失踪後の6年間は資料がなく行方不明となっている。16歳の時に宇都城を野襲し戦功を挙げる。これが初陣とされているが諸説ある。この時徳川家康から杯と持ち槍をいただいたとされる。以降は家康に忠誠を誓って家康の下で活躍し、29歳で一番槍の功名を挙げる。姉川の戦い、31歳でも一番槍の功名を挙げる。三方ヶ原の戦い、しかし徳川軍は敗北し、正成は顔と膝を負傷しながらも撤退する家康を守り抜いた。34歳で結婚し、以降も家康の下で活躍し、41歳の時に家康を守り抜く。伊賀越え、名優、織田信長の死で、危機的状況になった境に滞在していた家康を、正成は先祖の出自である伊賀及び甲賀の土豪と交渉し、安全に帰還させた。この時協力した者たちは、後に徳川幕府に仕えている。その後発生した四つどもえの戦いにも参加する。天正神後の乱、正成は北条氏から城や砦を守った。その後も家康の下で活躍し、最終的に遠州8000石を与えられる。父、安永は伊賀出身の忍者であり、正成も忍者のイメージが強いが、当人は槍を振るう武将であった。しかし父の縁から伊賀忍者を統率する立場であった。ただ彼らとの仲は良くなくしばらく確執が続いた。それでも正成は以降も家康に重宝され、子孫の服部半蔵も徳川家を支えた。槍の名手でもあり、鬼半蔵の異名もあった。その後も家康を支え、56歳で病死する。あとは長男、正成が継いだ。江戸城の門内に正成の屋敷があったとされ、その門は後に半蔵門と呼ばれるようになった。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。